それではまず自己紹介をお願いします。私の名前は伊勢八千代です。日本の富山県出身です。それとUniSAではファイナンスと会計学をやっています。UniSAのことはどうやって知りましたか？英語学校でまだ勉強していた時なんですけど、日本人の友人の何人かがUniSAに行っていて、それで聞きました。アデレードに来る前はどのぐらい英語ができましたか？そんなにすごい上手かったというわけではなくて、割と平均的な高校生の英語のレベルでしたね。アデレードに来てからのあなたが使った英語の上達方法を教えてください。アデレードに来た時はまず英語学校に行ったんですよ。それで結構英語は上達しました。それからなるべく英語使わないといけない環境を作るようにして、それで上達したと思います。 UniSA を選び、そしてファイナンスと会計学を専攻することにした理由を教えてください。UniSA を選んだのは正直言って成り行きだったと思います。最初英語学校に行った時40週間する予定だったんですけど、でも先生から20週で十分だって言われて、それでその残りの分の授業料も払ってあったんですけど、その払った分 100% SAIBT っていう学校にトランスファーできるって言われたんです。でも払い戻したら 75% になって、あ、それだったら損しちゃうなと思って、結局 SAIBT に行って、 SAIBT っていうのはディプロマを習えるっていうか取れるところだったんですけど、それでそれを卒業したらUniSAの2年目に編入できるっていうことだったんで、それでUniSAに入りました。それでファイナンスと会計学のダブルディグリーをやったんですけど、なんでファイナンスと会計っていうのは、自分が会計学ってなんかいい感じだなと思ってて、それとあと株式とかそういうのが好きだったんで、それで選ぶことにしました。SAIBTからUniSAへ編入する際に気づいた両方の違いを教えてください。はい、SAIBTの方が外国人向けだなと思いました。なんでかっていうと、クラスが小さめなんですね。UniSAに比べて。UniSAの講義だとたまに200人とか300人とか一斉にクラスでやったりするんですけど、SAIBTだとそれが多くても50人とかそのくらいで、講義内でも簡単に先生に質問できたりできたんで、それが良かったなと思います。これからアデレードで勉強しようと思っている日本の学生に何がアドバイスはありますか？一番気をつけないといけないのは適応するっていうか、オーストラリア流のやり方に自分を合わせようとした方がいいと思います。その日本のやり方に固執するんじゃなくて、例えば教室内でもオーストラリアだと生徒が積極的に参加しないといけないんですね。質問したり、分かっていたら発言したり、日本だとあんまりそういうことないので、そういうのに自分を慣れさせるっていうのは大事だと思います。私たちが今いる場所について教えてください。今私たちはグレネルグっていうビーチに来ていて、ここはアデレードの人たちに人気のスポットです。UniSAでファイナンスと会計学を学ぶことの利点を教えてください。そうですね、私の場合はワークエクスペリエンスっていうか職場体験っていうか、そういうのをUniSAのキャリアサービスっていうところでやらせてもらって、それ1学期分ずっとやるんですけど、キャリアサービスだけじゃなくてコカ・コーラとか
他の大きな企業でそれをやるチャンスも自分にあると思います。それから私は2回留学、短期留学に行ったんですけど、それは香港と韓国だったんですよ。それで自分海外の留学生なのにこんなの行っていいのかなと思ってたんですけど、行けたんですね。それでしかも奨学金までもらってそれに参加できたので、それは良かったなと思ってます。勉強していない時は主に何をしていますか？そうですね、 UniSA には結構たくさんの生徒のグループっていうか、組織っていうか、そういうのに参加できたりもしますし、それからスポーツのクラブもあるんですね。私の場合は最近合気道のクラブに参加して、それがすごくいいのでおすすめだと思います。最後に何か言いたいことはありますか？お父さんとお母さんにはいろいろサポートしてもらってとても感謝してます。ありがとうございます。Yeah, we met in which course was it? Property investment. Property investment. Yeah. And she is fantastic with those finance, and I was the dummy for the property investment. And luckily, because our first tutorial, you sit next to me, right? Yeah. So I talked to you, and we made friends. And we were the two Asian classmates already being in the tutorial class. So we felt a bit closer already, and we did assignments together as well. Yeah. This semester. August. This year. Should be the same day, right? Yeah, should be. Hopefully.